ただいま。へえ、おい。ズンちゃんが息をしてないじゃないか。何があったんだよ、おい。こうするしかなかったんだ。アーシが死ぬか、ズンちゃんに死んでもらうか、どちらかしかなかったんだ。お前がやったのかよ。ふざけんな、クソマンコ。何それ、あんたなんかにアーシの辛さはわからないよ。あんた全然育児してくれないじゃん。外で楽なことしてばっかじゃん。はあ、俺はお前らを食わせるために必死で働いているんだぞ。朝から晩までさ。アーシの方が働いてるよ。謝って謝ってよ。何言ってんだよ、お前は無職だろうが。いいからもう警察行くぞ。アーシ全然寝てないんだよ、謝ってよ。気違いか、早く準備しろよ、警察に行くから。謝ってよ、アーシの方が辛い思いしてるんだから謝ってよ。何言ってんだよバカ、人殺し女。なんで子育てを頑張ってる女性がバッシングされるの。謝ってよ、アーシに謝ってよ。辛い思いさせてごめんなさい。ズンちゃんを殺したのは俺ですって言ってよ。畜生、謝れ。